金ゆく TV エビデイ。Hello YouTube。はい。今日皆さんにご紹介するのは、またマイプロテインの文句です。チャックが壊れて100均のこれで閉じてますけど、マイプロテインのモカ、昨日めちゃめちゃ寒かったから、気温が冷たいプロテインドリンク飲みたくないと思ってホットで飲んでみようと思って、なんかネットで文字では見たことある何のあれかわかんないけど、なんかのプロテインのレビューでホットで飲んでも美味しいみたいに、マイプロテインかな、むしろわかんないけど、でティファールであっちあっちのお湯ね、プロテインシェイカーにこれ入れてあっちあっちのお湯入れて飲んでみようとしたら、なんか変な感じになってどんな感じだよって話だけど、で開けてみたらポンっつって、ちょっと何かが、ガスは発生しちゃうのかな、お湯でシェイクすると。わかんないけど。だから、ちょっと、シェイカーもおかしく変形しそうになっちゃって、変形はしてないんだけどね。で、飲んでみると美味しくないの。モカだからさ、モカコーヒー。普通に喫茶店で。美味しいじゃん、モカ。モカじゃなくてもコーヒー味だったとしても、そうなんだろうけど。ね、コーヒー系だからホットで飲んでも美味しいと思って、熱湯でシェイクしたら、変なガスでポンってなっちゃったし、パンパンになっちゃったし、シェイカーが。飲んでみると味も悪い。なんだろう、まずかった。これ別に冷たく飲みはまあ普通ぐらいには飲めるけど、そんな美味しくないけどねまずかったんで、口にボコボコ塊として固まっちゃってんの、中のなんかが。タンパク質かな、プロテインだから。まあ、プロテインの成分というか、タンパク質だから固まる、熱で。まあ、これはわかるよ。卵とかそういう原理あんまわかんないけど。で、マイプロテインの文句って言ったけど、僕が悪いんだけど、熱湯でやろうとした。味はまずかった、そうやってもう、ボコボコの塊ばっかりやって。塊じゃない部分も飲んでても、まずい。コーヒー系なのにホットで飲んで美味しくなかった。だから、僕が悪いし、ホットで絶対もう飲まないって思っちゃった。捨てちゃった。ケチな僕が。まあ、一杯分だけど。ってぐらいまずい。でもなんかのネットで、ホットで飲んでも美味しいとか、なんか書いてあった気がする。今すぐ見つけられないけど、もしあったら貼るよ。まあ結局それ、ちらっとは探したけど、あれだよ。先に冷たい状態でシェイクして、ちょっとだけチンするみたいに書いてあったような気がすんだよな。僕はいきなり熱湯でシェイクしたから、それがいけないのかな、わかんないけど。絶対プロテイン、ホットで飲むのもありみたいな文言は見たことあるのに、それをやってみたら激まずだった。損した。しょんぼり。すごい美味しくなかったな。そういうこと。しょんぼり。ホットプロテイン。気をつけてね。登録してね。